信始めてます。やっほーやっほー。何飲んでるの？特製ミルクのカフェラテ、あったかいバージョン。低いな、ここ。どうやったら高くできるかな。すいません、物をかけ、よきよき、ちょっと高くなったぞ、よき。歯医者さん行ってきた？歯医者大事。ブラックは飲めません、まだ。飲めるけど好きではないです。お昼配信、土曜日だしね。今日は大之助の誕生日です。大之助、お誕生日おめでとう。二十歳だっけ、大之助。大之助二十歳だよね。ようやく成人式この前で、ようやく誕生日迎えられたから。仕事なう、頑張って。ラスト JK なの、ハタゴン。どういうこと？ラスト JK なの、ハタゴンって。ね、おーちゃんがお酒飲める？申し訳ないです、電話がかかってきちゃった。復活です。電話がかかってきちゃったので電話していました。申し訳ないです。電話でした、申し訳ないです。ただいま。着信ありだと怖いやつになっちゃう。今日いい天気だよね、めちゃくちゃいい天気。人の前でさ、飲むのってすごく緊張するね。ちょっと隠れよう。少し恥ずかしい。このコーヒー甘いね、めっちゃ。え、ここまで甘くなくてもいいかも、いけそう。超甘いけど美味しい、めちゃくちゃ。音が素晴らしかったです。めっちゃ音鳴っちゃうのはず。コーヒーです、コーヒーって言ってもミルクたっぷり、カフェラテ。
くまちゃんの髪切れ、髪を切ったよ、髪色染めたよって言ってもわからないかな。けど昨日コメントで前髪切ったって気づいてた人が一人いたそう、実は切ったんですよ。こっちはなんか整えただけなんですけど、そうだから今日めっちゃサラサラなの。いい匂い、めっちゃ美容院の匂い、いい匂い。そう、髪色染めた、わかる？ミルクティーっぽい感じ、わかります？色、ミルクティー。ちょっとね、色、ミルクティーベージュっていう色、柔らかい色かな。そうそうそう、少し柔らかいブラウンになった。お花をありがとう。お花、美味しそうだ。食べちゃダメよ。そう、めちゃくちゃいい色にしてもらいました。めっちゃ気に入っている。これが少しでも長く続くようにケアを頑張ります。めっちゃなんかこの光ミルクティー感出てめっちゃいいね。前髪もちょっとね切ってもらって、視界良好です。好きですかこの色。今日のブラウンコーデにぴったりじゃないですか。前髪すっきり感ありますだって。髪色いいですねだって。え、一昨日あるラジオでアイドルさんがくまちゃん大好きをアピールしてたよ。誰ですか？くまちゃん大好きなアイドルさんいる？誰のこと？誰だろう。ラジオで大好きアピールしてくれてたの？女の子の笑い声が聞こえる。本当だね、笑い声聞こえる。誰やろう。誰かな。え、さっきコメントくれた人誰か教えてくれないの。誰なんだろう。誰かな。検索中かな。今調べてくれてるのかな。みんな気になってます。教えて。ワクワクワク、待機中。ノンさん？なんて読むの？夏に生きるノン。誰？夏生きるってなんて名前？なんて読むの？夏木ノンさん？誰だろう。嬉しい。かわいいお名前。
ありがたいやです。めっちゃ嬉しい。そんな好きでいてくれてるんですか。桜シンデレラっていうアイドルグループ、知ってる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 わ。月のんさん、ありがとうございます。知ってるよ。握手会でファンの方とかが伝えてくれた。そうだそうだ、名古屋のアイドルグループさんですよね。わあ嬉しい、ありがとうございます。うん、嬉しいな。そんな好きでいてくださってるんだ。なかなかいないよ、私のこと好きな方。そう、ありがたや。例えば新曲100万回生されたって聞いた。100万回生した？突破したの？さっきなんか100万回再生103万もいったの？すごい。4日でしょ、まだ。すごい。もっと広がるといいな、この曲を通してね、 SKE の魅力が広がっていけば嬉しいな。海外の人が多いイメージ、印象。そうなんだ。私もちょっと言葉を覚えられるように、喋られるようにしたいな。YouTube のコメント欄？みんなも YouTube のコメントいっぱい。ぜひぜひ。コメントしてください。嬉しい、ありがたい、本当に。くまちゃんに仮面ライダーとか戦隊ものとかお仕事来たりしないかしら、だって。わあ憧れだよね。すごい憧れ。それはピンク黄色戦隊もの最高じゃないですか。よりといそんなん。肉まんギフトポイント3054ポイントだって。わあ。あと外国人が MV 見ながらリアクションする動画もあったよ、だって。そうなの？そんなのあるの？見ようかな。見てくれてるのをその動画で撮って YouTube で上げてるってこと？嬉しい。リアクション動画なんだ。黄色は大食いキャラだよ、だ。黄色じゃ向いてるかもしれない。大食いだもん。肉まんが降ってきた。
嬉しいな。戦隊ものは、私響きとか見てました。響きわかる？太鼓。ドンドドドンって響き見てたな。レンジャーものは見てた。弟がいると見てるよね大体。そうそう、太鼓叩くやつ。そう、仮面ライダー響き見てました。カブト、あ、カブトも聞いたことある、見たことあるのかな。じゃあ電王、電王、自分はサバゲーやってるからクマちゃんが使ってた銃のこととか聞かれたらみんな興味あるのかも。だってサバゲーで楽しそう。サバゲなんかさ、なんとか世代とかあるじゃん今。なんとか世代、なんとか世代みたいな。でこの前それが出てたんだけど、一番下のジェット世代っていうんだって。ジェット世代、なんとか世代、なんとか3つあるんだよね。3つ、ジェット世代、なんとか世代、なんとか世代、黄金世代。97ラインは黄金世代らしい。そう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 、ジェット世代と何があったっけな。ジェットってこっちのジェットね、こういうジェット。ジェット世代が一番下で、で3つあるんだけど、それ知ってる人いる？ジェットにしか聞こえん。ジェットです。ゼットゼットゼット、Z、 Z、 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 聞こえた？Z に聞こえた。Z、Z、 Z って言わないで。うん。意地悪。Z、Y、W、X？Z はね、ギリ入ってたの。97からなんだって。1997年から2000、そう。だから97年からだから、あ、一番若い世代じゃん。ってこの前喜んで見てた。一番若い世代の一番先輩だった。97年からだから。そう、知らなかった。あー、肉まん見て、鼻に肉まん。そう、え、絶対もっと真ん中ぐらいの世代かなって思ってたけど、若い世代に入ってたの。境目だったちょうど。イエーイ。なんか私月曜から夜更かしめっちゃ見るんですけど、月曜から夜更かしで、その Z 世代に昭和のものをなんか
聞いてみたみたいな、どういう使い方か聞いてみたみたいなのを番組でやっていて、でもなんか全部知ってた。逆に知らないことが多い、知らない人とかもいて、え、これはどっちが正しいの、知ってるのがおかしいのか知らないのがおかしいのか、そうだから全然知ってて、けどなんか公衆電話を最近使ってる人がいないじゃないですか、まあ携帯があるから、けど公衆電話を使ったことないっていう世代が多くて、その Z 世代に、まあ若い子が多かったからなのかもしれないけど、公衆電話とかは私はまだ使ってたかな、そう一期生 Z 世代の。あと何だったっけ、私も名前を知らないから何とも言えないんだけど、ご飯をさ作っといてさ、こうやって網をこうやってかけとくじゃん、ほこりとかが入らないように、あれの使い方とかそういうのやってたね。っ国語辞典とか英語辞典見たことある、持ってるもん。それは持ってる、私ポケベルは知ってるよ、持ってはいないけどね、ガラケーは知ってる、ガラケーは持ってたもん、虫除けなんだ、ハエとか虫が入らないよ。よくうちのおじいちゃんおばあちゃんち田舎なんで虫がめっちゃ多いから、それ絶対置いてた。子供の頃はたまごっち携帯でした私。たまごっち携帯だったよ。たまごっちはめっちゃ持ってた私、本当に持ってた、そう傷携帯でたまごっちな、すごくない、可愛くない、たまごっち携帯あったんだよ一時期めっちゃ流行って、本当にガラケーなの、ガラケーなんだけどたまごっちなの、ゲームボーイ知ってるよ、テレカってそんなテレホンカード持ってるよ、一瞬さ、一瞬ちょっと待っててくれる、一瞬ちょっと中止するけど、もう一回また戻ってくるかもしれない、知れないじゃない、もう一回戻ってくる、一瞬だけちょっと抜けますね、これ止めるっていう時どうすればいいんだろう、一瞬ライブ終了してまた行きます。100万ギフトポイント3354ポイントだって、ありがとう肉まん、お昼になるけどご飯まだ食べれないのかな、食べてないです、なんなら今日お昼いいやって感じ、
朝しっかり食べてきたから。朝はアップルパイと、アップルパイとなんか違う甘いパンとバナナ食べてきた。さっき海外の視聴動画見てきた。ノリノリだった。だって嬉しいね、ノリノリになってくれてんだ。朝は桜のドーナツ食べた。だって私もこの前食べたよ、スタバの。美味しかった。なんかシナモンロール、シナモンロールだ、シナモンロール食べたよ。シナモンロール食べました。食べて美味しかったです。あとはなんか桃のジュース、いろんなもの食べてた。めっちゃがっつり食べてるやん。今日は早起きだったのでしっかり食べてきました。うん、朝はやっぱり起きた時はしっかり食べちゃうタイプです。肉まん見なかった、見えなかった。お茶漬けいいね。コメダのモーニング行きたい。なんかコメダのキュンハート食べたかったんだけど、そうキュンハート食べたかったんだけど20日までって書いてあって。ピエン、今日は花粉がすごいね。すごいの？まだ来てないや。コメダのモーニングも久しぶりに行きたいな。ねえねえ、今度ね、今度ね、今度っていうか明日髪型何がいいと思う？話めっちゃ唐突。明日髪型何がいいかな。いつもハーフアップの高め、高めのハーフアップのこういう、こういうくる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 って。そういう髪型をよくやってたんだけど、何がいいと思いますか？何がいいかな。ツインテール、ポニーテール、クマ、ストレートのアップは、うん、いいね、それも。ストレートポニーとか。
フツイン。クマさんはカラコン入れてるのかな？今入れてないです。透明カラコン、あ、透明カラコン、おかしい、透明のコンタクト、今はね、透明のコンタクト。ポニーテール今日なんかポニーテール、うん、公園やったらお眉になる前髪の長さやな。そうなの、気づいた？今ね、結構ギリギリを攻めてるのよ。瞳が綺麗です、ありがとう。グレーに見えた？普通コンタクトは透明。そうだよね、カラーコンタクトかコンタクトだよね。団子、うん、あまりやってないもんね。何にしよう、何にしようかな。今日はイヤリングしてるの？してない、全然してない。髪型って迷うよね。今いい感じだからストレート、そうストレートもいいなと思ったんだけど、ストレートってなんか衣装にもよるよね。なんかああいうなんか可愛いっていう感じの衣装だと髪の毛アレンジしたくなっちゃう。ラブクレでミュージックステーションに出たとき、あ、お団子2つしたの、それもありだね。迷うよね髪型って。せっかくなら遊んでみようと思うけど結局同じ、そう髪型にしちゃうから。輪郭がはっきり出る髪型も見たい。そう、輪郭はっきりしてないと顔がでかく見えるんですよ私。逆になんかさ、顔のでかさを隠すためにさ、こうやってさ髪の毛をこうやって隠す方が小顔に見えるって言うけど、私逆で顔を隠すと、まあ、こうやってやると小顔に見えるかもしれないけど、なんていうの、こうやって隠れてるとなんかボーンみたいな重く見えるけど、すっきりしてた方が小顔に見える。謎だよね。そうだから輪郭すっきり見せた方が顔がすっきりして見える。納得だった。そうだからパッツン気味にいつも切っちゃう。こことかさ結構長めにこうやって切ってみるって言われるんだけど、そう顔を隠すより顔を上げた方がめちゃくちゃすっきりして小顔に見えるんです。謎、嫌だ。ここに肉があるからかな。肉、肉肉。肉だもん。
みんなとツーショット撮るときはスッキリさせとこ。今月は肉の日がない。確かに28日あと2日しかないよ。グラビアの PR をしてください。はい、3月9日にボムさんの、限定で表紙をさせていただくことになりました。なんと6期生で、表紙をさせていただくんですけれども、かまちゃんとゆずきと3人で、表紙です。めちゃくちゃ嬉しい。ほんと嬉しい。もう嬉しい。私もう写真を撮っていただくことってすごく大好きなんですよ。はい、大好きっ子なんです。カメラを向けられるのが。はい、オンライン速攻で売り切れてたよ。だって本当にやったー、嬉しい。本当に売り切れてた。まさかのグラビア来ました。いや、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。超嬉しい。本当に嬉しい。もうめちゃくちゃ楽しく撮影させてもらって、3人で3人のユニット名どうするみたいなユニット名どうするみたいなカメラマンさんに言われて、何しようって思って、けどゆずくまっきーかなーみたいな感じで話してたんですけど、ゆずくまっきーだと普通すぎないかって言われて、何がいいですかねっていろいろ喋ってたんだけど、なんか食べ物共有する仲間ですとか言ってて、なんか食べ物の名前いろいろ出てたの。そう、3人で食べ物を共有するグループがあるんです。美味しいものとカロリーは、幸せとカロリーは分け合うものみたいな。そういうグループがあって、めちゃくちゃ食いしん坊トリオです。めちゃ本当になんか公園行ったりとかもしたし、なんかすごい本当に楽しいあの撮影だったんですけども、なんか撮影されてるっていう感じではなく、動いていいよ、もう好き勝手やっていいよって言われて、好き勝手に動いてるシーンを写真に収めてもらったりとか。完成が楽しみです。私もなんか、なんか3人の関係性が出てそうな写真かなと。まだ私も見てないんですけれど、どんな感じかな。けど寒い時期に撮影したので、みんなで寒い寒いって言って集まってくっつき合ってました。ぜひぜひ楽しみにしていてくださいね。なんかグラビアも嬉しいし、いっぱい雑誌に出れたらいいな、出たいな。写真大好きマンなので、
売されたらオフショットお願いします。任せてください。任せて。そう、写真限定版スタイアオンラインは売り切れてるので春日井の店舗に買いに行きます。だって嬉しい、ありがとう。今日寒かったけど3人だったから全然。オンラインで完売するほどみんな待ち望んで、待っててくれたみんなけどね、本当に久しぶりの水着なんですよ。めちゃくちゃ久しぶりです。すごい久しぶりで、ちょっとこれもね、いっぱい話したいエピソードがあるんです。私が水着になるまでのめっちゃ話したいエピソードがあって、ちょっと発売になるまで楽しみにしててめちゃくちゃ話したい話があるんだけど、ラジオも楽しみにしてます。だってめっちゃ嬉しいです。そう、ラジオアイニュースに出演が決まりました。イエーイ。エゴさんと二人で出演させていただきます。くまちゃんニュース、リアルくまちゃんニュースです。リアルくまちゃんニュース、噛まないか心配っていうコメントをすごくいただいているんですけど、なんか聞いた感じ、なんか今までの過去のその番組というかラジオを聞いてて、ニュース原稿って読んでますか？読んでなかった気がするんだけど、どうなんだろう。お、ギフトポイント肉まん3854ポイント、ありがとう。けどすごい、なんか分かりやすく解読してくださるみたいな感じかな。けどそうですね、リアルくまちゃんニュースがあるということで、ぜひリアルくまちゃんニュース楽しみにしていてください。どういう感じなのかまだ台本は見て届いていないので、当日まで楽しみに、していてください、ドキドキしながら待っててください。そしてあたたかい気持ちで見守っていてください。お願いします。けど今日はニュースって言えてるっぽい。ニュースは言えてます。私は滑舌も悪いけど噛むっていうのがよくあったから、それでニュースをヌースって言ってますよね。本当にまた温かく見守っていてくださると嬉しいです。ケ
競馬の番組も呼ばれるといいね。本当です、本当に。また呼んでいただけたらいいな。今日トースポチェックしてね。はるか乗るかするか。よろしく。もちろんです。もちろんです。ありがとう。私も今日買って帰る。ちゃんとね、新聞もいつもトースポさん。中級スポーツですかね、こっちだと。毎回ちゃんと買って見てます。ネットも見てるんですけれど、ネットもねすごく分かりやすいし、なんか情報とかもめちゃくちゃ分かりやすいからそっちも見てるんですけど、やっぱ新聞も必要なので、新聞もなんやかんやで、はい、やっぱり見ちゃう、両方見ちゃうので、私はいつも買って見てます。連携がねできるからね、すぐにピッて、ネットだとね、あの簡単に私の予想をプッと押すと変えるようになってるのがとてもありがたいです。いやなんかちょっとごめんね、自分であれだけど髪色今日いいな、やっぱなんかこれここのライトがいいのかな、めちゃくちゃ髪色がめっちゃ好きな髪色、めっちゃ嬉しい、幸せ、髪色がいいと気分が上がる。髪の毛長いね、これぐらいまで切ったらどうなるんだろう、結構短くなるね、そうなると結構違う。みんなどの長さが好きけど、これぐらい長い方がやっぱ似合うのかな。自画自賛、自画自賛っていうか、やっぱりあの美容師の方の腕が良かったということでありがたやです。そうだいぶまた長くなってきた、これぐらいか。前はこれぐらいだった一時期。こういう、この長さが一番似合うかな。今日の髪色は色、髪なんだろう、パーカーかわいい、ありがとう今あれだ、フード裏返ってた、彼氏募集中になっちゃってたこれ
言うの裏返ってるとそういう合図なんだって。えなんかさ昔言わなかった、彼氏募集中になってるよって言って学校の時に言ってた。フード裏返ってるとそういう意味らしいっていう全然そういう意味なのかどうか知らんけど、なんか小さい時ってそういうの流行ってなかった？言ってたよねやっぱ一緒なんだね、一緒言ってたよね。そういうのありましたよね。ね、もうすぐ6期生10周年。キャー10周年迎えちゃう。じゃあそろそろ終わろうかな、ショールーム。スクショタイムしよう。スクショタイム。よい。よき。よきよき。取れました。取れた。では、また。やります。またね。バイバーイ。またねー。